巷のおんちゃん小清水町をぶらり旅。人口5000人ほどのこの町は野鳥の楽園小清水原生花園が有名です。四季を通じてたくさんの野鳥が訪れるんですって。おや、あれは何ですか？お、これは滅多に見られない天然記念物の大鷲じゃないですか。こんなに間近で見られるんですか？え、何？そしてこんなにいるの？小清水町は美味しいジャガイモがいっぱい取れる町です。はい、おんちゃん、お母さん持ってきましたよ。食べて、美味しいよ。確かに美味しそうですね。土が美味しくできてるので芋も美味しい。おんちゃん、宣伝よろしくお願いします。わかりました。小清水町、豊かな自然と人の心に気持ちが温まります。